元作は原田マハの同名小説を原作に山田洋次が監督を務めた松竹映画100周年記念作品。かつて撮影所で映画の夢を追い求めるも、今ではギャンブル漬けで借金まみれの生活を送る男坊の姿を描く。解禁された映像は、杉田演じる若き日の豪華銀幕スターの桂園子が運転する車で、よし子、テラシンと共にドライブへ出かけるシーンだ。その子から豪へ、テラシンからよし子へ向ける淡い思いが交錯する場面となっており、豪華大スターからの思わぬ意味不可なアプローチにタジタジとなる様子も。長野がよし子、野田がテラシン、北川景子が園子を演じた。映画監督になる夢を追いかける豪、映画館の看守になる夢を持ちながら映写技師として働くテラシン。杉田、長野、野田の3人は物語にちなんで、それぞれ夢に対する思いを語った。杉田は、小さい夢ですけど、例えば週刊少年ジャンプの漫画が原作の実写映画に出演してジャンプに自分が乗ったとか、夢だと思ってなかったけど振り返ったら、夢が叶った気持ちになっていることが、この世界は本当によくあるなと思いますとコメント。さらに、キネマの神様に関しては、僕の真似、ジャーさんが山田洋次監督の論文を大学で書いていたみたいで、この作品が決まった時はすごい喜んでいました。山田さんに初めて会って、ちょっと泣いてる姿には、夢が叶った瞬間を見ることができたなと思いましたと語る。大いなる夢を抱いた経験がないと言うのだは、やりたいことが常にあって、それを全身全霊でやり続けていますね。もしかしたら夢ってものは、その時々で一番やりたいことを全力でやった先で、気がついたらたどり着いてるものなんじゃないかな、と自身の経験を踏まえて言及。私は、夢は持たないんです。と話す長野は、夢を達成した時に、次にどうしていいかわからなくなってしまう自分が怖くて。明確な将来の夢を持ったことがないので、明日が楽しければいいと思ってますと明かした。キネマの神様は8月6日より全国ロードショー。